皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは教室の先生必見自宅教室集客ツールおすすめ5選ということについてお話をしたいと思います。今回私がお話しするのはツールの方のお話になります。なので、私がいつも推奨しているホームページからのダイレクトの集客っていうのは、ホームページはツールではなく、核になるメインの、基軸の、サイトっていう形になるので、ツールとして私は考えていないんですね。ですから今回おすすめ5選ということで、挙げているものはツールというふうに、例えばホームページを見せるとか、そちらに誘導するために使うとか、そういった内容のものをツールというふうに呼んでいますので、まずそこのお話を理解していただきたいなというふうに思ってます。ですのでホームページの役割っていうのは、その教室の先生ごとに違ったりはするんですけれども、高額単価の商品とかを使っているような教室ですと、お問い合わせを多分いただくのがゴール、ないしは体験会に来る、ないしはメルマガ登録してもらうとか、このあたりがゴールになるかなというふうに思うんですけども、通常の場合にはそのまま申し込みをされたいっていうのがおそらくゴールになると思うので、そのゴールに沿った形でホームページは作られている必要があるんですけれども、それはそれとして、例えばそれを見てもらうために何のツールを使うのか、Google の検索エンジンでそのまま来てもらえるように SEO 対策、サーチエンジンオプティマイゼーション、こちらの方を、ホームページの方に対策としてやっていく、どういう対策をするのかっていうと、探されやすいキーワードをあらかじめホームページの中に埋め込んでおいて、訪れた人がその答えを合致するもので、探されて、そうだよねと思って申し込みをされるって、そういう仕組みになってるんですけど、それは一旦今日はさておいて、それを効果的に動かすためのツールですね。こちらの方の、令和時代版っていう形にしてありますけれど、5選お話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、集客用ブログです。こちらの方がわざわざ集客用ブログというふうに言っています。単なるブログではなく、集客用ブログと単なるブログは何が違うのかっていうと、単なるブログは、ブログ、ウェブログですから日記みたいな形になりますので、今日こんなことがありましたとか、今日のレッスンはこんなレッスンでしたとかね、そういうのは日記っていうカテゴリーになります。集客用ブログで例えばレッスン報告を書く場合にはどうなるのかっていうと、例えばそのレッスンの中の作ったものとかも SEO 対策になっていきますし、あとはそのレッスンのレポートですね、写真が多いのは分かりやすくていいんですけれども、ある程度文字がないとですね、 Google とかの検索に引っかかりにくいので、そこそこ文章量を書いていく必要があるんですね。なので単なる日記だったら写真パタパタパタと並べて、はい OK で全然 OK なんですけれども、集客用ブログっていうことで、例えばその記事を読んだ人が問い合わせをしたくなるとか、体験会に来たくなるとか、また本講座そのままもう一発で申し込みたくなるとか、そういう行動を促すような意図を持って書いているブログが集客用ブログになっています。ですので書き出しの文章があって、最後に締めるわけなんですけど、その内容がこうしている必要があり、かつタイトルなども探されて飛んでこられるようなタイトルにする必要があるんですね。こちらの考え方でいうふうに作っているのが集客用ブログということになります。ですのでこれが今でもですね、おすすめのツールになっています。インスタグラムとフェイスブックももちろん悪くはないんですけれども、フェイスブックは拡散にも使えますし、インスタグラムはライトにフォロワーがついて、そこからだんだん何度もやり取りをして少しずつ関係が深くなっていくとか、そういうことはねできるんですけれども、ウェブサイトの URL がですね、そのまんまインターネット上に残り続けるわけではなくて、インスタグラムの自分のアカウントレベルは残ってるんですけど、一個一個の写真に URL がついてるわけではないので、検索として探されないということになります。ということは検索として探されるページの方が、
探される確率が上がっていくので、長年ですね、それはやはり必要っていうことになっている、ブログ、しかも集客用ブログですね。これがまずおすすめということで、その1になります。ですので、特に集客用ブログの時には、タイトルとかがすごく大事になりますので、タイトルの付け方も時代ごとに変わっていっています。ですので、その研究もしつつ、自分の業種業態に合わせたお客様が引っ張り、来たくなるような、興味を持ってもらえるような、そんなタイトルでつけていく必要があると思います。2つ目です。同様に集客用 YouTube です。単なる YouTube ではなく集客用 YouTube ということになります。動画がですね、昨今、YouTube も流行ってますし、若い子だと TikTok でしたっけね、TikTok？ ちょっと名前の言い方忘れちゃったんですけど、そういう動画サイトとかも人気っていうのも聞いています。ですので、動画が昔に比べてもう全然身近なものになっていて、誰でも動画が作れる。私も現に今こうして動画を作ってるわけなんですけれども、誰でも動画が作れるという、そういう時代になっています。そうすると、単なる動画だから、 YouTuber は単なる動画じゃなくて、広告収入で稼ぐ人たちなんですけれども、そういうことではなく、単に動画を作ってアップして、趣味でアップするっていう動画と、集客用動画はやっぱり道具とブログと同じにですね、決定的に違いがあるのが、やはりお役立ち情報であったりとか、知りたいことを中心に上げていく、解決策として、アドバイスとして上げていくことができる、動画、それが集客用 YouTube 動画になります。動画はですね、教師の先生にとっては基本ハードルが高いツールになります。ハードルが高いということは皆さんがやらないということになるので、その中で大量投稿とか大量に動画を作ると、それだけで露出度が上がり、目立ちますよね。私は6年前かぐらいに、動画とかすごくたくさんいっぱい作ってやったこととかがあるんですけれども、教師の先生はそんなに動画を作りませんから、そういう意味でたくさん作ってる人とか、それだけで目立ちますし、あとはお客さんへの信頼度合いが半端ではないっていうことですね。ですから、それを一気に得ることができて、かつ URL がウェブサイト、インターネット上に残り続けることになるので、キーワードが適切なタイトルをつけた動画をたくさん持っているということは、それだけ入り口がたくさん増えるので、自動的に探されて、自動的に申し込みが入る確率が高くなります。なので、ブログよりも YouTube の方が一般的には皆さんのハードルは高くなります。動画なので。だけれども、やり始めると実は動画の方が楽っていうのが分かる方とかも結構多いのが、動画のポイントになっています。ですので、集客用の動画っていうのは、もちろんタイトルにも気をつけるし、その中身に関しても、聞きたいこと、知りたいことの答えが入っている、やはり中身がいいと思います。で、皆さんがやらないからやった方がいいっていうことですね。要は、皆さんがやらない、なしは面倒くさい、恥ずかしい、そんな顔を出すのも嫌だとか、いろいろな事情はあると思うんですけど、とにかく動画に対して取り組もうっていうハードルがとても高い人が多いんですよね。だから、その中でたくさんいっぱい動画を上げていると、それだけでも信じてもらえるし、あと見つかりやすいっていう利点があるので、集客用 YouTube 動画、こちらの方が2点目おすすめですね。で、3点目、先ほど SEO という言葉を使いました。サーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン最適化ということで、検索エンジンがどういうふうにして探すのかっていう、そのあたりを中心に対策をしていくんですけれども、それと同時にですね、MEO というのが昨今流行ってきています。MEO だから、マップですね。マップエンジンオプティマイゼーションということで、地図エンジン検索最適化っていう、そういう言葉になりますね。要は、ちょっと何か、例えば教室とか検索すると分かると思うんですけれども、地図の、検索の結果が上で、その下に広告であったりとか、オーガニックサーチといって、キーワードベースでこのホームページ、
おすすめだよ読んでみなさいみたいなのが出てくるのがその下になるので、地図の方が先なんですよね。でこれは、自宅教室の場所を明かせる方と明かせない方って対応が変わるんですけども、スタジオとか借りていて場所言っても大丈夫とか、ないしはあの家って言ってもそういうのは言って商業と一緒にやっているような家だから全然 OK だよっていうことであれば、Google マップですね、 MEO、地図の、Google マイビジネスっていうのがあるので、それを登録して、地図登録とあと店舗の内容とか、まあまめに記事とかもね更新していってみたりとか、動きはつける必要はあるんですけど、まあ、口コミが一番効果があるということで、実際に受けていただいたお客様からどうだったかっていうことをまあ書いてもらう。ただこれあまりやりすぎると、それがいかにも作為的に誰かに書いてもらったよねっていうのが分かるとアカウント停止になったりするので、あまり激しいやり方はできないんですけれども、まあ、本当の気持ちを普通に書いていただければいいのかなっていうふうに思うんですが、MEO 対策っていうのも、必要になってくるので、まあ、このGoogle マイビジネス、このツールもですね、非常に、有効なツール、令和時代ならではっていう感じですね。ですから3つ目ある Google マイビジネスが、教室集客の部分ではとても役に立つ使えるツールだな。これからもまだその地位は伸びていくと思うので、今まだエリアで地図に載っけてる教室が少ないエリアにいらっしゃる先生は、早く Google マイビジネスに登録して、中身の記事とか作りを充実させて、かつ受けてくださったお客様には口コミを残してもらうっていう、これを早々にやると結構上位の方に行くことができるので、MEO ですね、Google マイビジネスの対策っていうのも必要になるかなっていうふうに思ってます。で4つ目ですね、LINE アット、今は LINE 公式マネージャーですか、名前変わりましたけれども、こちらの方の、登録を促すような形にしてもらって、登録された後はつかず離れず、細く長く、自分の近況とかをお伝えしながら人間として信じてもらうっていうのに使うのに非常に向いているツールですね。あと1対1トーク、今チャットっていう名前に変わったのかな、そちらの方があるので、クライアントさんがちょっと先生に何か聞きたいとかっていう時にも気軽にパッパって聞ける。メールだとやっぱかしこまってメールを書きますっていうような状態になってからやるようなケースが多いので、すぐに、そうですね、やっていける回答ももらえる、チャットで話せるっていう、そういった部分で便利なのがやっぱり LINE の方になりますので、もともと皆さん LINE は使っている方が多いので、その延長で登録してもらうというのは非常に難しいことでも何でもないので、そういったライトな付き合いからまず深めていこうねっていうところで使っていくのに向いているのは LINE です、はい、で4つ目は LINE です。で5つ目、こちらの方はメルマガで、私が一番ツールと呼ばれるものの中で信頼していて、かつ成果と効果が高い、制約率も高い、こういうお客様がいっぱいいらっしゃると思ってるのは、メールなのでメルマガになります。でメルマガの中でも単なる単発メルマガだとあんまり意味がなくてですね、ステップメールと呼ばれる、登録した後1番から例えば10番までのシナリオが順繰りに届いていくっていう、そういうタイプのメルマガですね。これが非常に便利だなというふうに思います。そのメルマガを、書くことによって、徐々にゆっくりゆっくり信頼関係を構築していくことができます。そうすると、成長した、私を例えば信じてくれるお客様がある程度それを読み、人間性も分かり内容も分かってって言った後に問い合わせが来る場合には、そもそもそこが分かった状態での問い合わせになるので、決まっていく確率とか非常に高いですよね。ですからメルマガは特に有効なのはステップメールと呼ばれる、いついつ、どこから登録しても1通目からちゃんと届くっていう、このシステムを使ったメルマガがやっぱり最強かなっていうふうに思っています。
ですので、インスタグラム、フェイスブックももちろん悪くないし、否定はしないんですけれども、今解説していった理由で、令和の時代のおすすめ5選だったらどれかなって私が考えた時に、この5個かなっていうふうに思いました。ですので、まとめますと、集客用、1、集客用ブログ、2、集客用 YouTube 動画、3、Google マイビジネス、4、LINE 公式アカウント、5、メルマガっていう、こんな感じでツールを整えていくとですね、割と自動集客に近い感じ、目の前に来る人がある時突然来て、面談して入っていただくか入っていただかないかっていうのは決めてるんですけれども、そういうこともできるようになるのが、メルマガになります。ですので、メルマガと LINE ってすごく似てるように位置づけて運営されてる方もいらっしゃるんですけど、私の中ではもうステップメールがないっていうだけで、 LINE はそこの機能は、補完できないなっていうふうに思っているんですね。だからいつから入った方でも全部シナリオ1から始まるっていうと、ゆっくりじっくり理解してもらうことができるので、非常にメルマガ最強だなっていうふうに思ってます。ですので、おすすめ5選をお話ししてまいりましたが、一応令和の時代の幕開けっていうところで、このお話をさせていただいてるんですけど、また1年とか2年経つと状況とか変わったり、内容とか変わってくるケースもありますので、それはまたそれで微調整はしていきたいと思いますけど、今おすすめの5選は、そんなツールでございました。ご参考になさってください。それでは。